ュビロは J1 残留に向けて、一方セレッソは悲願の優勝を目指して、負けられないチーム同士の対戦です。序盤主導権を握ったジュビロ、30分のコーナーキック、駒野のパスから山崎がシュート。山崎がボレーシュートを放ちますが、これはキーパー正面。さらに34分フリーキックのチャンスにカルディーニョス、ボールは惜しくもバーに。前半終了間際セレッソは反撃に転じます。滝谷のフリーキック、直接ゴールを狙いますがキーパー張ったがセーブ。その直後には右サイドを切り込んだ酒本のクロスに丸橋、ここも張ったが好セーブを見せゴールを守ります。前半は両チーム無得点。後半開始早々のセレッソ、ボールを奪った山口蛍のパスから柿谷、柿谷は2試合連続ゴール。ジュビロ先制点を許してしまいます。勢いに乗るセレッソは12分丸橋のフリーキック、最後は山下に押し込まれ2対0。ジュビロリードを広げられます。追うジュビロは後半駒野のミドルシュート、左からのクロスに山田裕樹、さらに阿部芳郎と再三ゴールを狙いますが得点を挙げることができません。敗れたジュビロ J1 残留に向け苦しい戦いが続きます。